秋田市議会議員選挙の候補者ポスター紹介をしていこうと思います。はい、皆さんどうもこんにちは。参議院議員の浜田聡でございます。私ただいま秋田市に来ておりまして、現在秋田市議会議員のポスター掲示板の前におります。4月23日、次の日曜日が投票日になります。今回の選挙はですね、定数が36、そして候補者が50という選挙になりまして、なかなかの激戦になっております。で、はい、今回のね、今紹介している、ポスター掲示板は、ポスター、候補者50人のうち、49枚が貼られているという状態になります。ということで、一人一人ですね、ポスターの方、簡単ですが紹介をしていこうと思います。はい、というわけで、小松武さん、はい、小野寺誠さん、自由民主党公認、石塚秀弘さん、公明党公認、武田雅子さん、公明党公認、はい、荻原孝之さん、はい、菊池忠夫さん、はい、三上真理子さん、はい、無所属って書いてありますね。はい、飯村勝俊さん、自民党推薦無所属、はい、はい、滝森武史さん、安井誠悦さん無所属、はい、後藤亮さん、山崎宗男さん、立憲民主党公認、はい、中村茂さん、はい、佐藤哲司さん、花田清美さん、川口正孝さん、はい、安倍義人さん、はい、珍しいポスターの形ですね。はい、伊藤和恵さん、はい、菅原一生さん、参政党公認、はい、金鎌高輝さん、社民党、渡辺正弘さん、はい、土田聖さん、れいわ新選組、佐藤純子さん、日本共産党、小木田紀美代さん、はい、大池幸彦さん、日本維新の会、佐藤光悦さん、菅原拓也さん、自民党と右下に書いてありますね。はい、佐藤義人さん、公明党公認、鈴木聡さん、日本共産党、工藤新一さん、立憲民主党、佐藤博久さん、日本共産党、藤枝孝弘さん、伊藤浩一さん、自民党公認、諸井茂明さん、はい、牧野守さん、公明党公認、工藤智彦さん、工藤純平さん、自民党推薦、藤井翼さん、藤田誠さん、船木淳さん、立憲民主党公認、奈良淳子さん、日本共産党、鈴木一正さん、国民民主党、細川慎治さん、若松直俊さん、日本維新の会、小林和夫さん、熊谷重隆さん、自由民主党公認、倉田義弘さん、無所属、安井正弘さん、自民党公認、はい、小林正光さん、はい、NHK 党でございます。はい、全候補者を見ましてもですね、
番号を書いているのは、携帯電話の、ね、番号を書いているのは、小林正光候補のみのようです。はい、ということでですね、ぜひとも秋田市にお住まいの皆様は、小林正光候補にご投票お願いしたいと思います。秋田県はですね、NHK の受信料支払い率全国ナンバーワンだと思いますが、それだけでですね、不満をお持ちの方も多いのではないかと、本当は払いたくないという方も多いのではないかと私は推測しております。というわけで、もしよかったら映ります。すみません、ありがとうございます。はい、秋田市から NHK をぶっ壊す。はい、あずます。はい、ということで、候補者の小林正光さんにも、出演いただきました。というわけで、本日が候補が配られたんですかね。昨日からなんか一部から、ね、配られて、今日、自宅には今日来てました、なるほど、でもね、こんな感じでポスターには自身の、番号も書いてありますので、どんどん電話かけてきてください。やっぱりポスター貼ってからとかね、増えましたかね。ポスター貼ってから増えました。やっぱりそうですね、私の経験上も、そうですので、ぜひともですね、今回の選挙、NHK 党唯一ということで、でも目立つ場所ですよね。そうですね、49番目、右上なんで、目立つと思います。本当はね、50番目の、方も一応いらっしゃるんですけれど、張られてないところが多いですかね。多いですね、みたいなんで、そういうある意味、運もあると思いますので、それをなんとかね、形にできたらと思います。というわけで、終わります。では行きましょう。秋田市議会議員選挙に勝って NHK をぶっ壊す。どうもありがとうございました。